鳥取県で30年以上かけ開発された星空米。適度な粘りと弾むような粒感が特徴で、去年採れた米は全国の米の味などを審査する食味ランキングで初の最高位特 A 評価を取得し、少しずつ全国での知名度が高まってきています。今年5月、星空米の田植えが行われていました。栽培が本格的に始まった5年前から生産を続けている鳥取市の頼藤典弘さんです。もともとコシヒカリを栽培していましたが、近年の気温上昇で取れる米の品質が落ちていたといいます。私がまだ30代の頃はコシヒカリも一等米の比率が非常に高くて品質が良かったんですけども、最近品質が非常に悪くなってきた。一等米の比率が 20% 切り出したんですね、鳥取県全体で。でも星空米が夏の高温にも強い品種だと知り、試験栽培に参加。それ以来毎年星空米を育てています。過去に鳥取県のオリジナルブランドも消えていってしまってますんで、この星空米だけはずっと残っていってほしいなというふうに思っております。味だけでなく生産しやすい品種を目指し、鳥取県の農業試験場で改良が進められてきた星空米。現在鳥取県の農林水産部で農業の相談員として働く橋本俊二さんは、農業技術者として長く開発を担当してきました。農家出身の橋本さん、生産者から強風で稲が倒れたり、高温で品質が落ちたりという米の栽培に関する悩みを聞き、少しでも苦労を減らせるよう向き合っていたといいます。出口のないトンネルのような感じですよね。まずは生産者の皆さんに喜んでいただける、で次にはやっぱり食べる皆さんに喜んでいただけるっていう、愛される品種、愛されるお米になってほしいとは思います。長い年月をかけて開発され、大切に生産されている星空米。この星空米に惚れ込み、愛知県で初めて鳥取県が認定する星空米の店をオープンした若者がいます。名古屋市の不動産会社が管理する大学の寮で食堂を運営している宮下哲太さん、28歳。星空米の味を知ってもらいたいと、今年5月、星空米を使ったキッチンカー事業を新たに立ち上げました。鳥取県によると、星空米を前面に押し出したブランディングは全国初だということです。あ、これですか。これは鳥取県庁の方にご紹介いただいて、こちらでもせっかくなので星空米のお茶つご用意させてもらいました。ランチタイムの営業に向け、朝から仕込みを急ぎます。そうですね、ツヤツヤとしていてしっかり炊き上がってくれていると思います。このしゃもじの入れた感じであればおにぎりに最適な硬さに炊き上がってるんじゃないかな。仕上げはキッチンカーの中で行いますが、特別におにぎりを握る様子を見せてもらいました。そうですね、やっぱり握りすぎるとどうしてもカチカチになってしまうので、なるべく中に空気が入るようにそれは意識して握ってます。で、この星空米は塩をかけすぎてしまうと星空米の甘みがどうしても消えてしまうので、スイカに塩じゃないですけど、ほんのり塩が味わえるように。紅鮭に焼きたらこ、梅、おかかなど7種ある具材はどれも星空米に合うように工夫を重ねました。紅鮭は毎朝半身のまま焼き上げ、丁寧に骨を取り除きます。そうですね、やっぱり具材感があった方がいいと思うので、なるべく大きくほぐして存在感があるようにお客さんに喜んでもらえるようには意識してやってます。
メニューには星空舞のおにぎりを主役に、だし巻き卵や味噌汁、サラダなどのセットも並びます。営業場所は自社で管理する駐車場の一角。気温は30度を超え、屋外営業には少し厳しい天候ですが、昼時が近づくと常連のお客さんや噂を聞いた初めてのお客さんがやってきました。こんな感じですか？味はなんか粒立ってます、はい、米が美味しいです。お米が美味しいのと、多分握りたての美味しさかなと思います。鳥取県の方々が30年間研究されたというふうにお話を伺ってますし、まあ、そういった中で令和になってようやく一般で販売され始めたというところで、お米を作る人、お米を研究した人、あと僕たちが実際お米を提供している側として、いろんな方に今後知っていただけるものになっていけたらなというふうに思っております。さまざまな人の思いを紡いできた星空舞。これから食の星としてさらに輝きを増すよう期待されています。